今回はチャンネル登録が200超えたのと、ゆる体操の動画が1万再生回数いったっていうので、まあ、記念になんか動画を撮ろうかなと思います。基本的にはコメントを返しながら喋ろうかなと思います。脱力とかゆる体操のこととかがやっぱ一番多いので、そのあたりのことについて喋れたらいいかなと思ってます。コメントはここら辺に、こっちかな、なんか出しておけばいいかなと思います。これ最近ついたやつですね。黒文字さん。ゆる体操の効果を10倍に上げるなら触れておきたいポイント7ということで、上げた動画について、センター形成に関わる腰回りの感覚のマッピングということですね。で、センターに関わる話題をもっと取り上げていただきたいですということですね。多分、その人間にとって内部表現、人間の内部表現の中で、人間の脳と心の世界の中で、すごく重要なものの一つがセンターなんですね。丹田とか。それはもう体がこういう構造をしているから、背骨周辺に、というより、まあ、重心があって、重心線に沿って、意識が形成されているというのが人間にとって多分好都合なんだと思います。で、脳の働きとかも良くなるということなんですけどね。まあそれがセンターということですけど、まあまあおいおい話せる範囲で話そうと思います。このセンターの形成に関わるっていうのは、今回この動画の中で触れておきたいポイント7は何だったかな。恥骨結合とか股のあたりか、ですよね。を紹介したんですけど、まあ、重要じゃない部分は多分なくて、全パーツが多分大事なんですよね。例えば手とか腕みたいな、いわゆる動かしやすい肢にも、腕には腕の重心があって、腕をここで切ってですよ。この前腕には前腕の重心があるっていうことをきちんと脳で感知して、それをもとにどうやってこの手を使っていくか腕を使っていくかっていうことを決めるっていうこのループがあるじゃないですか。でその時の脳の活動やり方っていうのは全身でも全く同じことやってるわけですよね。例えば全身こうやって立ってて、まあ、さっき重心線って言いましたけど、全身の重心、重心線の揺らぎとかを脳の中ではきちんと感知をしていてっていう話と同じですよね。まあ、それが全身っていう大きな範囲で見るのか小さな範囲で見るのかっていうことで同じような回路を使ってんじゃないかなと思うんですよ。だから多分僕ある時期までその背骨の開発がすごく重要なんだというふうに思ってたんですけど、まあ今も思ってますけど、全体的なところをやんない、やった方が早いんでしょうね。背骨もやるけど全身もやるみたいな。で腕を鍛えるんだったら全身もやるみたいな。でこれが基礎なんだろうと思います。かといって全身のトレーニングだけやりますみたいなね、いうふうにざっくりやるのもまた違うんでしょうけど、まあそんなふうに思ってますね。だから今回は鈍りやすい股周りの感覚ということでゆる体操の動画確か上げたんですけど、全身の感覚をきちんと普段から意識に上げていくということが近道なんだと思いますね。センターを形成するためにはっていうことですね。まあ、あとはプラスアルファ、やっぱり精神面なんだと思います。内部表現下に形成される意識っていうことなんで、心的状態、心の状態も関わってそうなってるということなんだと思うんですよね。まあ、下丹田っていうとお腹じゃないですか。お腹の状態なんで特に精神的に影響を受けやすいし、背骨っていうのも私たちの感覚的にはそんなに意識はしてないけど、自律神経とかもほとんど背骨に沿ってますよね。ということから見てみると、まあおそらくは精神的な状況を整えないと背骨も多分脱力しにくいんだろうなというのはありますね。はい、っていうことです。まあこんな感じでついたコメントに対して好き勝手喋ろうと思います。これはゆる体操などの身体ワークをやらないで脱力したいと。TMS 理論という理論を紹介したものですね。精神的なストレスとかを書き出すことによって身体的な症状である腰痛とかを緩和させるっていうような TMS 理論というのがあるんですけど、今回も目から鱗動画をありがとうございます。感情を書き出していくことは赤羽雄二さんのゼロ秒思考にもストレス対策で紹介されていましたと。デール・カーネギーなどもあったかもしれないですと。TMS 理論も調べてみますっていうことですね。この赤羽雄二さんっていうのはまあ知らないですけど、まあ割かし感情を書き出す、自分の過去のことを棚卸しするとか、まあ割かし多いですよね。これ多分人によるんですけど、自分の精神状態とかをきちんとなんか洗いざらい一歩一歩と立ち止まって考えるっていう癖がある人とない人っていうのがいるんだと思います。僕はなかった方なんで、まあある人の方が少ないかもわかんないですけど、自分の感情が出ますよね。例えば友達に対して怒りが湧くとかいう時に、身体の状態も必ず変わってるんですよ。心臓の鼓動が速くなったりだとか、まあ、毛細血管の状態が変わるとか、アドレナリンが出るとかね、脳の状態からすると、まあ、そういう体の状態、体の状況っていうものを一回踏まえた上でもう一回なんか感情とかを書き出すみたいなことをこうループしてこうぐる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 回してあげたりすると、まあ、感情、座学、ボディーワークみたいな、まあ、ぐる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 回るっていうことですね。はい。まあ今は3つで言いましたけど、これが全ての自分の学んだことでぐる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 ループが回ればいいんだなと思います。多分ボディーワークやってる人はボディーワークでぐるぐる回るっていう感じで、心理療法から入った人は心理療法だけでぐるぐる回るみたいなのが多いような気がします。っていうのは、これは僕自身が体験したんですけど、東京のセミナーとか大阪のセミナーとかいうふうに言っても、やっぱり自分の不得意な分野、自分の得意な流派とかを、まあ、一心に学んできたわけですよね。学校で学んだこととか、針打つ人だったらやっぱりこう、自分の習った東洋医学の方ですけど、あれとか、指圧を専門学校で学んできましたっていう人は、やっぱりそれがメインですよね。で、それが主で他の分野を学ぶみたいな感じになると思うんですね。筋膜調整とか。
肌の状態の何か状態を整えるっていう。でもやっぱ正解がない世界なんで、そこで情報が入りにくくなるのかなとか思ったりします。で今回も目から鱗落ち、意識の濃さ薄さという表現素敵ですね。ぜひ使わせてください。自分なりの理解ですが、ボディーワークを意識の歪みを取る手段ではなく、逆に無理にボディーワークの極端なやり方をやらなきゃやらなきゃと追い込んで、かえってバランスがおかしくなってやめてしまったことが多いのかと考えました。本末転倒ですねと。でも不器用で物分かりの悪い人はこんな人が多いのかもと思います。バランスを整えるために逆利きっていうのを左手でマウス持ってみようかな。早速自分なりに取り入れて考えようかなと思いましたと。でこの動画はゆる体操は意識の歪みを取る手法であるっていう動画についたコメントですね。体の歪みを取る前に脳のそのプログラムの歪みを取って、その結果として体の歪みが取れるっていう考え方を紹介したんだと思いますけど、ブログ記事で読んだのもそうだし、いろんな人に聞いたのもそうだし、自分がマッサージすると、そのマッサージ指圧した人が自分の診療所から出ていく時からすでにその人は元の体に戻ろうとしてるっていう、まあ話があって、まあ要するに歪みを取ってももう一歩出て二歩歩いて三歩歩いてって家に帰ってる間に刻一刻と自分の体って戻っていくんですよね。元の体にね、歪んでる体の状態にやっぱり戻っていくっていうので、まあだからこそ継続的にやることが大事ですねっていうふうにまあ言うわけですけど、まあどれだけその記憶の方を変えるかっていう話だと思うんですよね。その話とかを僕が聞く限り、で自分が教えてたクライアントさんとか見てても一時的にね、まあ僕なんかは能力開発の分野だから共感覚のトレーニングをやって瞑想法とかを教えた時に共感覚的な認知とかが一時的に増えたりするんですけど、まあそれがねずっと維持されるかっていう話ですよね。ちょっとなんか微妙なのかなと思ってます。だそれはホメオスタシスっていうものがあって必ずリバウンドがあるんだと、まあ、体温が上がったら下がるみたいな風に人間の体の機能としてそういうものがあるんでっていう説明の仕方をするんですけど、でそれはあるんですけどね、それでもボディーワークで歪みが取りやすくて治っていきやすっていう人と、もうそうじゃない人っていうのがめちゃくちゃ大きく分けたら2つに分かれるんだと思うんですよね。まあ、そういうの記憶の固定化とか臨場感を高めるとかいろんな文脈で語ったりした記憶がありますけど、まあ、ともかくバグみたいなものがいっぱいあると、人間の記憶、人間の体の使い方とかね、なんかペンを持つこと一つとってもですよ、10の力でいいのに100力入れて文字書いたりする人とかいたじゃないですか。僕の友達とかにもいましたけどね。その時の筋肉の使い方だけにフォーカスするのか、なんでそういう風な勉強のこういう向かい方になったんだろうっていうようなところまでも全部いっぺんに書いた方がいいですよね。それは何をやってるかというと意識面にフォーカスしてるんですよね。意識の使い方っていうものを踏まえてやってあげると、まあ、治りやすいんだろうなと思います。次、初めてコメントさせていただきます。さっきと同じ方ですね。高岡先生の理論にはまり本も読破しましたと。残念ながら全てにおいて動きが硬いと。ビルや筋トレ系いう仕事において新しい技術や理論を身につける上でのコツやヒントを一つでも得られたらありがたいです。とても分かりやすく目から鱗ということですね。自分の動きが硬いっていうことを多分自覚できるだけでもだいぶ進みやすいと思います。ある人が言ってたんですけどね、2歩進んでは3歩下がってると、体で言うと体が緩んだと思ったら前よりも固まっちゃったみたいな、まあ歪みで言ったら戻ったけどまた歪んじゃった、効果ないっていうふうにも取れるけど、情報空間を3歩移動してるんで移動距離は5だとっていうことをまあ言ってる人がいて、なんかいいこと言うなと思いましたね。要するにまあその経験量としては5なんですよね。前に進んだ量ではなんかマイナス1みたいな感じになっちゃうのかもしれないけど、そういうことを繰り返してると、まあ、何らかの機会でパンと行ったりするのかなと思います。まあ、人間の体って精神的ってやっぱよく分かんなくて、突然相手にスッと情報が入る瞬間とかってあるんですね。話をしててもこの子なんかあんまり話聞いてくれないなっていう人でも、ある時期から真剣になって聞いてくれたりとかっていうこともあるし、体も似たようなところがあるんかなと思います。丹田やセンターは意識するものではないかもしれない、情報的身体習得のプロセスっていうので語ったものですね。凡人は身体意識を対象化してトレーニングしなければ高度な身体意識が形成されないという考えを疑ってみると、高岡理論や友達情も盲信せず自分の自身の感覚で対峙していく姿勢が大切だと思いますということですね。高岡理論というのは基本的に身体意識を対象化するんですよ。例えばセンターだったらセンターを作ってセンターを意識化させるわけですよね。センターがない人は重心線とかいうことになると思うんですけど、体の部位とかも意識させるわけですけど、実際その顕在意識上に上げてトレーニングをしていなくとも無意識下にセンターという情報が脳内に形成される状況を作ってあげれば基本的には同じことですよね、ということをまあ言っていて、まあ、割と重要なのかなと思います。結局これまでの10年20年30年40年より以前の心理学とか、まあ、無意識に関わるような分野全部含めて共通して言ってるのは、顕在意識で処理している情報量がとても少ないっていうことですね。昔はなんか氷山の一角みたいな風に言われてましたけど、まあ、最近ではあんなレベルではないっていう、1対99とか97対1とかなんかそういうレベルでもなくて、もう顕在意識上っていうのはもう本当に何ビットだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、もう本当にうっすらっ
としているもので、ほとんどは潜在意識下で処理しているわけでしょ、まあ、運動している時なんかでも一つ一つの筋肉の例えば走っている時なんかでそんなの考えないですよね。だからほとんどが無意識で、無意識にどうやってその情報を投げ込むのかっていうふうに視点を変えないと結果が出ないんだと思います。自己啓発書とかあるいは瞑想法とか、まあ、先ほどの書き出すトレーニングとかもそうですし、瞑想してこう考え方考えをこう出していくっていうようなワークなんかもそうですけど、どれだけ気づきを得られたかっていう潜在意識に上った量で成果を捉えるっていうところがあるじゃないですか。あれが多分間違いなんでしょうね。で、基礎ゆる、自宅でもできるゆる体操、よく緩んでますねと、素晴らしい動画ですと、もっと広まってほしいということですね。ゆる体操の動画って意外となんか上がってないですよね。長期規約のあり方で身体は固まっていると、生放送企画ぜひ実現させてほしいですと。で、僕このコメントに、まあ、1000登録者1000ぐらいでやってもいいかなと返したんですけど、まあ、見てくれる中でリアルタイムでやれたら面白いかなと思ってます。僕自身がどういうコミュニティを作ろうかなというふうに思いながら配信してるんですけど、結局何も見つからないので、とりあえず当たったゆる体操に関する動画を上げてるぐらいなんですけど、本当はもっと高画質高音質もっとジェットカットとかしてちゃんとやればいいんですけど、すごい手間がかかる、こんなに難しいんだなとやっぱ思いますね。YouTuber とか本当にちゃんとやってますけど、なかなか僕にはできないなと思いながらやってますね。次、才能談義前編、脱力の定義とメカニズム、あとゆる体操についてという動画に上がってますね。高尾理論を元にしている能力開発を受けていますが、緩みから来る自信なので精神的にも前向きになりました。まあいいことですよね。本当に体が固まってくると、その味覚とかが鈍ったりすることもあるんですね。で、体が固まると基本的には脳も内臓器官の一つじゃないですか。全ての器官の情報が能力が衰える傾向に行くんですよね。もちろんそっちが衰えるから体が固まるのかなという面もあるんですけど、ちょっと自信が上がるとか、日常的に美味しいとか、なんかそういうのが重要だなと思いますね。毎日の心掛け一つで少額投資をしていって返ってくるリターンが将来大きいっていうことですよね。これの逆が、例えば毎日暴飲暴食で、まあ、悪い方の投資をして将来病気になって返ってくるっていうような感じですよね。あとはできればその投資をするという体づくりっていうことですね、意識づくりというかいうあたりをどれだけ楽にするのか、どれだけ楽しくするのかというところなんですね。まあ、そういう意味ではゆる体操って多分かなりやりやすいんだろうと思います。やっぱり精神的に楽ですからね。僕が以前そのゆる体操教室とか行ってた時には、僕以外全員女性だったりしたこともあって、まあ、女性がこんだけやりやすいなと思ってやってくれる体操とかって他にないじゃないですか。僕が生徒として行ってた時があったんですけど、その時なんかは女性がいて、年齢層高い人もいたし、僕が一番若かった。まあでもそんな感じで、そのゆる体操っていうパッケージはそのまんまスポーツ選手とかでも一応やれますよというようなものじゃないですか。なかなかそういうのってないかなと思います。筋トレとかでも一緒っちゃ一緒なのかもしれないけど、続けられないとかいろいろありますよね。はい、という感じかな。最近ついたコメントは基本的にやっぱりゆる体操とか多いですね。あとはそのゆる体操とか身体意識、高岡理論に対してどういう風な考え方をやってやってんのかというようなことは、みんながやっぱり気になってる感じなんだろうなと思います。僕自身のことをちょっと最後に喋っておくと、僕はね2008とか2009とかぐらいにゆる体操の書籍を確か書店で見つけて、その時が初めて高岡理論を知ったきっかけだったと思います。黄色の表紙でゆる体操27の効果とか、なんかそんな感じのタイトル間違ってると思いますけど、まあそんな感じの講談社から出てたやつだと思うんですけど、でネットで調べてみると、あの人が出してる本っていうのはたくさんあって、でそこから教室に行ったり、ちまちまと運動総研のセミナーとかにも実際に行ったりしましたけど、そこで体操の裏テク裏メカとかもあるんですけど、科学って言ってる割には科学的なことを書いてないから、最後のパチッとした確定みたいなものがないんですよね。確定っていうのは何を指してるかっていうと、ゆる体操だったら身体意識を身につけるためにやってますと。じゃあ身体意識って何なのっていう風なものを、このかなり分かりやすく書いて、で科学的に、まあ、科学は仮説だけどとりあえずこういう感じですねっていう風にパチッとこう言えるっていうものがあるのかないのかっていう。で最終的にいくら調べてもなくて、セミナーとか行ってる感じでは、なんかそこまで考えてないような感じに僕には見えたんですよね。最近ツイッターで僕に DM くれた人がいて、ゆる体操のその裏メカとか裏テックとか教えていただけないですかっていうような感じの内容のものだったんですけど、それは直接運動総研とかに行って聞くしかないですよね。僕も知ってても言えないし、でも多分ですけど、そこを自分なりに何か仮説検証みたいなことをしないと結論が出ていかないと思いますね。行っても分かんないと思います。要するに運動総研なりの裏テク裏メカみたいなものは教えてくれると思うんですけど、これがなんでって言ったら、彼らなりの論理付けっていうのは多分出てくるんですけど、それが証明されているというバックグラウンドがなしに情報が来るっていう形を多分繰り返すんで、分かんなくなっちゃうんじゃないかなと思いますね。まあ、そこをどう解消していくかっていうと、高岡理論だったら高岡理論をこっちの角度から見る、こっちの角度から見る、いろんな目線から見ていくっていうことですよね。肯定的に見る、批判的に見る、あるいは自分で何か仮説を持って何かやっていくみたいな。先ほど僕が言った無意識、
ほとんど無意識だから、顕在意識に上っている情報だけを見るんじゃなくて、結局センターの形成とか丹田の形成とかっていうのは別に丹田を意識化するものじゃなくて、顕在意識に上げなくともそういう状況を作ってしまえば同じことですよね。それを実現させるためにはボディーワーク以外の心理療法も役立つだろうみたいなのは、これも一つですよね。で、僕なりに調べてそういう結論に達したということですけど、端的に言うと才能とか天才とかそういうあたりの身体意識もそういうことをいっぱい書いてますけど、言ってる割にはそういう人が出てこないんですよね。やっぱ金がかかりますし、やっぱり時間がかかりますし、まあ、僕の個人的なエピソードとして言うんだったら、例えばセミナー終わった後になんか一緒に道を歩くときにちょっと喋ったりだとかいう風な感じで情報収集をするとかね、飲み会とかで情報収集をするという形を取るわけですよね。これある講師の方が言ってましたけど、これはもう運動した時に全然関係なしですよ。その金銭の関係性がないような場所の方がちょっと裏話とか聞けることが多いですよみたいなことを言ってて、それは本当にその通りだと思います。一人一人いろんな歴史があって、高岡秀先生をこう昔から知ってる古参の人の話とかやっぱり面白いですよね。一つ一つ仮説を立てていくっていうのが重要なんじゃないかなと思います。例えば、脳科学あたりから攻めるのが一番わかりやすいんだと思うんですけど、まあちょっと考えときますということで、200登録と1万回再生ありがとうございます。コメントとかを書いていただけると、僕はあんまコミュニケーション苦手なので、こんな感じで受けたコメントに対してそれに関することをくっちゃべるみたいな感じでやろうかなと思うので、もしコメント何かしていただける方は書いていただけると嬉しいです。そんなとこかな。はい、ありがとうございました。